ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。あのね、マリサ、先月一緒にお茶した子いたでしょ。ああ、卒業、就職という新しい未来の門出を霊夢と一緒にお祝いしたよな。卒業式の後すぐに、入社するはずの会社でバイトに入ったんだって。そうしたら、結構ブラックだったみたいで。仕事量が多いだけじゃなく残業も当たり前らしいわ。なのに残業代が出ないって小耳に挟んだみたい。未だに、そんな会社が。その人の気持ち次第だけど、やり直しは効くよな。それで、退職代行を頼もうかと思っているみたい。入社式はまだで、アルバイト契約の状態なら、社会保険の手続きとかしていないのであれば、退職はスムーズに行くと思うから、代行は頼まなくても済むと思うぜ。もし、社会保険に加入していたら、きちんと調べて退職代行業者を選んだ方がいいな。代行サービスも、100% じゃないし、後々トラブルが発生することもあるんだ。それは困るわね、詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は、退職代行の闇を解説しよう。ゆっくりしていってね。最初に、退職代行について説明するぜ。霊夢のイメージでは退職代行を使う人ってどんなだ？ハラスメントの被害を受けていて、萎縮して退職を言い出せないとかかしら。残業時間が多い、その残業代もほとんどもらえないなどのブラック、営業ノルマがきつい、上司、同僚と合わない、就職したら、条件や業務内容が異なっていたとかいろいろだ。辛い状況よね。なかなか、辞めますって言い出せないわ。霊夢の言うように退職したいけどパワーらが怖くて言い出せない、申し出しても応じてもらえない、退職届も拒否されるなどにより困っている人に代わって、弁護士、行政書士、労働組合などが代理で退職の意向を勤務先に申し出してくれるんだ。プロだと手続きややり取りをスムーズに進めてくれる可能性が高いわね。一般的な利用の流れは、まずは代行サービスに無料相談をするところからだ。次に、選んだ業者に正式に申し込みをし、支払いをする。退職に関する必要事項などの情報を伝える。会社名、部署名、責任者、希望退職日、有給休暇についてとかかしら。まさにそういった内容だ。これらを伝えた後に、代行サービスが勤務先に退職の意思を伝える。その後、代行サービスから連絡があるので、退職届や社員証、貸与物などを期日内に勤務先に郵送して手続きを進める。勤務先から離職票、離職証明書等が到着したら退職完了、以上となる。これなら、むやみな引き止めもないし、嫌味を言われることもないわ。代行サービスとはどのように連絡を取り合うの？代行サービスと依頼者とは公式 LINE でのやり取りが多いようだ。メール、電話も使える。最大のメリットは、勤務先に代行サービスから、今後のやり取りは弊社を通してしていただきます、と伝えてもらえる点だろう。そのため、依頼者は勤務先と連絡を取る必要がなくなるんだ。なんだかドラマで、今後の一切は弁護士を通じて連絡してください、一切の接触を禁じます、っていうのを思い出しちゃった。そうなのねー。弁護士といえば、注意点がある。残業代の未払い請求をしたい、ハラスメントの慰謝料を請求したいなど、法律に関わる交渉が必要な場合は、代行サービスよりも弁護士に依頼する必要がある。なぜなら、一般の事業者だと今話した事例は対応ができないからだ。そうなの？どうして？弁護士資格のない人が一般の法律に絡む交渉などで報酬を得てはいけないように決まっているんだよ。これを、非弁行為と言うんだ。報酬目的の法律事務を行えるのは弁護士のみと限定されているから、一般企業が運営する代行業者が許されている業務は、勤務先に退職者の意思を伝えるのみってことね。そうなんだ。労働組合が運営しているところであれば、労働組合法に沿って交渉できるため、交渉の中でも残りの有給を使いたいなどであれば労働組合でも問題ない。もちろん一般の事業者でも、弁護士監修が入っており、相談した段階で非弁行為に当たりそうなら対応できない旨や、弁護士を紹介するなどしてくれるところであれば安心だ。利用するときはきちんと調べた方がいいわね。では代行サービス側の問題点について話していくぜ。数年前より、新規事業として参入する業者が増加している。そして価格競争が起きて、サービスの質の低下が起きているんだ。価格競争って、費用はいくらくらいなの？労働組合系だと3万円前後、弁護士は5万円プラス実費から、今は一般企業で1万円台のところもある。そんなに代金が安いところもあるの？
安い業者イコール悪質業者では決してないが、コストを落とさないと企業としてやっていけないよな。中には返答が遅い、アフターサービスがない、といった業者もあるようなので注意が必要だ。代行サービス選びも難しいわね。退職届を出して、勤務先から離職票が届いたらきちんと退職できたということだ。ちなみに離職票が発行されるのは、雇用保険に加入している場合になるので、覚えておくといいだろう。アルバイトとかだと雇用保険がないから、離職票はないのね。一般的にはそうだな。一方で、例外的に雇用保険に加入している場合もあるので、確認することをお勧めするぜ。確認は大事。話を戻そう。業者によっては退職届提出で対応が終わってしまうところがある。退職書類に不備があった、制服が返却されないと手続きをスタートしない、引き継ぎ書類をもらっていないから手続きを進めない、など、勤務先によりいろいろ理由はあるが、出勤しないことで無断欠勤扱いとなり、最悪懲戒解雇などの対応をされたりする。そうなると転職が厳しくなるわね。これは、離職票が発行されるまできちんと対応してくれる業者であれば問題ない。また、仮に有給休暇が来月3日までの時、勤務先から、月末締めなので末日を退職日にと言われたとする。依頼者に交渉せず、勝手に代行サービスが OK を出すというケースもあるようだ。こちらに勤務先の条件を伝えてくれないの？それに法律に違反するんじゃ。労働組合などのきちんとしたサービスであれば、有給の交渉もできるが、面倒な案件ほどさっさと終わらせたいと考える業者は、丁寧に仕事を行ってくれない場合が多い。実績として上がるし、交渉を避けることで非弁行為にも当たらないからね。他には、申し込みをして入金をしたら連絡が取れなくなる事例もあるそうだ。それって詐欺に当たらないの？さらに、退職しますと電話連絡一本で完了する場合もあるらしい。退職の意向を希望者の依頼で代わりに伝えるって、抗議の意味で言えば、言い逃れできる？基本料金では電話を1回までで、それ以上は追加料金ですという規定であれば、何の問題もないわけだ。きっとそういうのって、申し込み書の裏とかに小さい字でずらーって書いてあるのよね。代行サービスとの連絡は大抵が LINE、メール、電話だから、もしハラスメントなどでメンタル不調の時だったら、代行サービスを利用しようと、たくさんの業者から口コミ見て、検討して、精神的にギリギリな中で連絡申し込みをしているんだ。ああ、辛いのに、頑張って隅々までページを見てとか厳しいわね。そういう人たちを狙って安い料金にしている業者もあるかもな。心が弱っていると次の就職とかすぐには無理な場合もあるだろうし、また代行サービスはきちんとしてくれるが、追加料金を後から請求する場合もあるので注意が必要だ。〇〇円としか表記がないようであれば、オプション料金など契約前に確認しておいた方がいいだろう。業者選びはできるだけ慎重にね。次に、依頼者側の問題点を見ていこう。依頼者側？代行サービスを利用する方は、できればすぐに退職したいケースがほとんどだと思う。民法では、無期雇用契約者について退職日の2週間前に申し入れをすれば退職できる、となっているんだ。そのため、この間は有給休暇を取る、または欠勤することになる。有給があればいいけど、欠勤となれば。そう、ここで先ほどの無断欠勤の話に絡む。退職日が決まり、有給と欠勤丸日として代行サービスが話を進め、やったー、これで会社を辞められる、と気を抜いてる間に書類の不備で離職手続きが滞り、退職日を過ぎたら、ああ、無断欠勤になって、懲戒解雇される可能性が出てくるんだっけ。代行サービスからの連絡を離職手続きが完了するまで無視してはいけない。また、勤務先に勝手に条件変更など連絡をしてはいけないことも覚えておくといいだろう。引き継ぎとか無理強いをされるきっかけになるかもしれないものね。直接連絡が取れたことで、勤務先がずるずると仕事をさせてくるなどもある人もいたようだからな。または残っている有給をカットされ、もっと使いたいなど依頼者が直接交渉することで、代行サービスの決めた退職日がずれてしまって離職手続き書類の修正が必要になったりする。まあ、退職が決定して気が抜けちゃうパターンね。他には依頼者がどうしても出社したくない、または出社できなくて、無断欠勤が続いていることを故意に隠して代行サービスを利用する、という悪質な場合がある。それは確かに悪質に思えるわね。勤務先は無断欠勤だけでも怒っているだろう上に、退職連絡まで本人からではないなんて。代行業者に無断欠勤のことを故意に伝えないんだわ。
知らずに業者が通常の退職代行業務をしたら、トラブルにつながる可能性がさらに高くなる。無断欠勤を伝えていても代行サービスを利用すると通常より揉めることはあるので注意が必要だ。そして例えば納品に立ち会うような営業職だったりすると、それをしなかったことで最悪、損害賠償請求をされたりもする。実際に請求されたという書き込みなどは見つからなかったが、細心の注意を払うべきだろう。自分の落ち度の場合はあまり言わないのが普通かな。他には、制服やセキュリティカードの返却をしなかったりとかも問題になるようだ。勤務先にしてみれば不安よね。さらにもっと悪質な例、上司、同僚などに借金をしている依頼者や、重大な規則違反をしている依頼者もいるようで、業者が勤務先に退職連絡をした際に問題が発覚となれば、当然退職代行なんて吹き飛んでしまう。もうそれは逃げるためだけの退職。退職の闇って感じです。ここからは退職代行の番外編ではないが、利用する際の準備など関連することを解説していく。はい、お願いします。基本的にほとんどの人が退職代行は利用できて、申し出から2週間で辞められる。が、少し例外の職種がある。それは、公務員の方々だ。国家公務員法、地方公務員法に基づいて退職するからだ。さらに自衛隊員の場合、自衛隊法により人員の関係で退職がすぐに承認されない場合もある。それなら法には法で。霊夢冴えてるぜ。できるだけ弁護士に退職代行を依頼することをおすすめするぜ。他には、勤務先にはいきなり代行サービスから退職希望が伝えられる。希望者がパッと見元気で、辞めたい素振りを見せていなかったら、業務断欠勤。どうしたんだろうね。となっているところに代行サービスから連絡が入る。なんだか引っかかるわ。昨今たまにあるように、実は連れ去りで、退職の話さえカモフラージュではないかと、疑ってしまうことがあるかもしれない。その気遣い、もっと前にしてくれたら退職しなくても済んだかもよね。もし心身は問題なく性格的に言い出せないだけなら、貸与物を確認、返却の段取りをする。私物を片付け、捨ててくださいと代行サービスに伝言できるくらいのものだけにしておくとか、引き継ぎ書の作成やデータ整理をしておくといい。お気に入りのペンをいつもデスクに置いている人が持って帰っていたら、退職の意向は本当なんだと認識されるわね。有給休暇の残りをチェックし、退職金の規定を確認しておこう。またこっそりと、可能ならタイムカードのコピーもあるといいかもしれない。特にサービス残業している人はあるときっと助けになるわね。また、先ほどの勤務先が疑う話だが、だからこそ執拗に連絡が来る可能性がある。そして引き止めを強行しようと家に行くぞと強制する勤務先もあるかもしれない。連絡が来ても、代行サービスに任せて連絡は取らない方がいいのね。ああ、そうだ、家にまで来ようとするのは常識のないブラック企業とかだろう。代行サービスに強制の言葉が告げられた段階で、きちんとした業者であれば、対応してくれるので大抵は問題ない。困っている人にとって、きちんと対応してくれる業者なら、これほどいいサービスはないわね。依頼者の注意としてもう一つ、SNS などで退職代行で辞めたことを発信しない方がいい。希望する転職先が、引き継ぎを2ヶ月してから退職するのが通例のところだったとする。そういう会社は、代行サービスでいきなり退職する人を採用するリスクは避けるだろう。そうね、もう何年かは、代行サービスに眉を潜める人たちが半数を超えると思うわ。もっとみんなに優しい社会が早く来るといいわね。さて今回の退職代行サービスの話だが、おそらく世界的に見ても、退職代行って特殊じゃないかと私は思っている。日本ならではの闇かしら？勤務先と労働者は基本的に対等で労働契約をしているはずだから、お金を支払ってまで退職をしなくてはいけないってどうだろうか？根底には、自分が辞めたら周りの人たちに迷惑がかかるから言い出せないという、和をもって尊しとなすの精神があるのだろう。それでもやっぱり自分の心身は大事よね。そうだ、辛い人は無理をせず、サービスを利用してほしい。早く良くなって希望する仕事を見つけてほしいわ。元気で言い出せなかっただけの方も、いい会社と縁があるといいな。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。